先週ですよ、我々の代わりにチェルミコ代打をお願いいたしましてですね、ありがとうね、1時間半楽しいラジオを届けていただきましたけどもね、聞きましたか？聞きましたよね。よかったですね。よかったです。あんなにさ落ち着いたトーンでさ喋れんねんな。確かにね、女の子ってちゃうラジオみたいやったよな。なんで我々はさみんなにさボリューム調整させなあかんねやろうな。それは我々の方が今からやからですよ。今からの子らやからです。ちゃんと私喋ったことな、よう考えたらなかったなと思って、だから声の感じとか喋った時の感じとかあんな風やと思えへんかったわ。で聞いてたらやっぱそのコメントの感じとかもうちらの時よりはね、なんかぶりっこしてましたよみんな。リスナーが好かれよう思って。いや違うで、それはもうスタッフもそうやな。あ、嘘。その感じやった。えらい笑ってた。えらい笑ってな。見えるようやったわ、破顔が。音を通して破顔が見えたよな。そうそうそう。デレ放送やった。デレ放送やった。感じた。感じた。全員なんか多分ブース入ってたと思う。全員入ってた。多分。なんで？普通にいいやのに。見たいから近くで。見たいから。ほんまこいつらはおかしいなと思ったんですよ。言うてもこうお笑い好きのね。多分そのラジオの中でもだいぶ若手お笑いに愛があるスタッフさんが多いじゃないですか。そうね。で若手こうね盛り上げていこうとか、結構他のスタッフさんに比べたらたくさん芸人を知ってはるスタッフさんですけども、ここでチェルミコの名前が出るっていうもんね。そうやでな。やっぱりそういうことなんかもしれないですよね。あ、へえ、写真撮ってるやん西橋さん。プライベートやん。もう真ん中挟まれて、真ん中挟まれてな。えらいねえ、万里の長城ぐらい鼻の下ありますやん。あんな伸びるんすね。今度歩かしてくださいね。観光地にします、西畑の鼻の下。お便り来ております、ラジオネーム正直者、新潟市の方ですね。先週のヤンタンチェルミコの2人はどんなメールも温かく受け止め優しく返してくれるので、パーソナリティとリスナーのキャッチボールを楽しめる和気あいあいとした放送だったことを報告しておきます、体感的には上白石萌音モカでした。へえ、でも ずっとチェルミコのラジオ聞いといたら、なんか別でやるって言ってたしね。いやそっち行ったらいいですやん別にな、そんなんしか言われへんねやっていうのあれね。なんかこうこのうちら先々週から、先週にかけてのこのリレー、でうちらあれコメントも出しましたよね。ジングルのコメント出しました、そこの融合具合とかを言えばいいのに、なんかあ、よかったですみたいな、こういうことしか言われへんなということですよね。あ、ショカジャガーさんチェルミコでええけどな。あんたまたあんたそんなことまた言うと口出しゃなって口出しゃなってコメントしてもらえる思て、ほんま。っていうありがたかったですね。で、レイチェルの方もまたうちらがおるときに行きたいですみたいなね。そうやでな、来てほしいよ。ゲストでね来てくれたらええやんの。ええねえねえね。メインはあくまでもうちらやんの。うちらや、それはさ当たり前ですやん。何言ってますのということですよね。いやでもよかったです本当に。なんかやっぱほんまに声、うちらもそうやねんけど、声を商売にしてる人の声やったよね。なんかこう音の五感の感じとかやっぱりいいよね。そうやんな、うちらはちょっとほんま汚いもんな、ちょっと。何から喋ってんねんってことやで。そうやな。いやありがとうございました本当に嬉しかったです、続きまして、こいつ芝居だろうかなあれ。読む前からラジオネームゲリラ昆布。チェルミコのお二人に質問です。うぜえノーノーとノーノーとすごいな。今日来たんですよねこれ。今日来たメール。チェルミコのお二人に質問です。つなげってこと。カラオケで歌うお箱は何ですか。マジでチェルミコに来てるやん